フェルディナント・ピエヒ・フェルディナント・カール・ピエヒは、オーストリアの技術者、経営者、ウィーン・ウーマレ、ポルシェ、アウギで活動の後、フォルクスワーゲンの取締役会会長を経て、2015年4月25日まで、同社監査役会長。ポルシェの大株主として、また、オーストリアにおけるフォルクスワーゲン販売会社の大株主として、両社株式のそれぞれ10%以上を保有していた。 母は名作フォルクスワーゲンビートル等を手掛け、戦後ポルシェを創業したフェルディナント・ポルシェの娘、ルイーゼ・ピエヒ。父はフェルディナントのビジネスパートナーだった弁護士のアントン・ピエヒ。技術者、経営者として精力的に活動するが、性格は風変わりでトゲトゲしく、自動車一族であるポルシェ家の他のメンバーとの関係も良好ではないとされる。私生活では、 4人の女性との間に13人の子供を持つ極端なマスコミ嫌いで花々しく活躍した経営者でありながら大手メディアにはほとんど登場しない。日本で単独インタビューに成功したのは自動車専門誌のカーグラフィックと日刊工業新聞だけとされている。当初、ロケットと航空機に興味を持っていたピエヒは中立飛行科大学で修士号を習得した。 1963年、一族が支配するポルシェに入社し、ポルシェ904、908、910、917の設計に携わるなど技術者として活躍していた。この時代のフォルクスワーゲンとの関わりでは、ビートルの後継者として開発されていた EA266 の開発責任者がピエヒであった。しかし、同族経営の弊害を防ぐために一族を、 役員から排除する内イが制定されたことに伴い、退社した。ポルシェ退社後は、ダイムラー・ベンツのコンサルタントを務め、直列後気筒エンジンの研究を行っていた。1972年、アウディに開発担当重役として移籍し、4WD システム、クワトロを開発、アウディクワトロにより WRC 総合優勝などの業績を残した。また、直列後気筒ターボエンジン、 空力重視のデザイン、アルミボディの開発など、他のメーカーが二の足を踏む中で強烈な独自性を発揮し、同社を躍進させた結果、1988年に、同社取締役会会長に就任した。アウディと同じ直列後気筒エンジンを縦置きする、全輪駆動車、ホンダインスパイアが登場した1989年には、同社に試乗する目的のみで来日。 トラクション性能を確かめるために、ホテルの広大な駐車場で急発進を繰り返し、分かったと一言述べただけでその場を後にした。1993年、フォルクスワーゲングループの中核企業で、アウディの親会社にあたるフォルクスワーゲンの会長に就任し、2002年まで同職を務めた。その間、フォルクスワーゲングループの高級化路線を推し進め、ベントレー、ランボルギーに、 ブガッといった高級スポーツカーメーカーやブランドを次々と買収した。2002年、ベルント・ピシェッツリーダーに取締役会会長を譲り、監査役会会長に退いた。同年ビルヘルム・エクスナーメダル受賞。2015年4月25日、ピエヒは監査役会会長職を突如辞任した。マルティン・ビンター・コルン CEO の任期をめぐりたの役員らと対立して孤立していたという。 2019年8月25日、ビルトの報道によると、南部バイルン州のレストランで倒れ、病院に搬送の後、死去。82歳暴打つ。ピエヒケは、ポルシェ家の女系の暴流にあたり、両家合わせて、フォルクスワーゲングループを支配している。総資産は4000億米ドル以上とされる。ありがとうございます。